こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はですね、宮城県の方へちょっと、仕事を方々行ってまいりました。石原まさしのコンサートの時ですね、本当にご協力いただいた方でございまして、まあ今後ね、いろいろと進めていく上にご協力いただけたらということで、いろいろとご相談、してまいりました。まあなかなかね、やっぱりなんていうのかな、こう一人の歌手をねスターに、するってことは、まあね、並大抵のことではないんですけれども、まあ石原まさしの場合は非常にね、稀に見る、まあ能力の高い可能性のある歌手でございますので、まあいくらね、まあ能力があってもそれだけでは、世の中に出るわけではございませんので、いろいろと力を合わせてですね、やっていけたら、近いうちに形になることは間違いないというふうに私も確信しております。詳しいことはまた追って連絡を申し上げます。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。